の力を見る。そりゃ。勇気を。ハッカラを。これで終わりだ。ドナルド。
王様は大丈夫だよ。いきなりどうした？忘れ被害を思い出してみたって。どうだった？うん、忘れ被害。僕とウーフィーの旅は世界を救うために闇の扉の向こうに残った王様を探す旅だよね。その通り。で、俺は王様と一緒にいるはずのリクを探すっと。うん、やっぱり大事な思い出は忘れるはずないよな。だよね、忘れたりしないよ。ずいぶん空が気になるみたいね。お前はどうなんだ、ラクシーヌ。どうかな。あんたが気にしてる理由の方が気になるわね。あいつは一度ハートレスになった。ハートレス化した人間は知能も意志もなくして闇に支配されるわ。だがあいつは違った。ハートレスになっても自分の意志をなくさなかった。そんな奴はあいつの他にたった一人しかいない。心の力か。キーブレードに選ばれたあいつの心に興味があるんだ。心の謎を解き明かせ。それが機関の使命だろ。ねえ、何にも忘れてないよね。何か忘れたかな。思いつかないってことはやっぱり忘れたのかもしれないね。でも忘れちゃうくらいだからそんなに大事なことじゃないんだよ、きっと。うん、本当に大事なら消えたりしないよ。ほら、それはカイリから預かったお守り。大切なものだから必ず返すって約束したんだ。あの約束は絶対に忘れない。だから約束の相手も忘れない。だよな、カイリ。え？ああ。今の誰だ？どうしたの？ぼんやりして。ごめん、なんでもない。それじゃあ行こうか。